ロマン・バイデンフェラーは、西ドイツ・ラインラント・プファルツ州、リーツ出身の元サッカー選手、元ドイツ代表、現役時代のポジションはゴールキーパー、ロマン・バイデンフェラーと表記されることもある。株リーグのプレーを経て、1996年に1、FC ・カイザースラウテルーンの株組織へ移籍。1999年にトップチーム昇格を果たし、2000年11月4日の、 シャルケ04戦でプロデビューを飾った。2002年、イエンス・レイマンの控えとしてボルシア・ドルトムントへ移籍。控えながらもリーグ戦11試合に出場した。2003から04シーズンからはレイマンはアーセナル FC へ移籍したため政治系に昇格。以降も2000年代後半の低迷期と近年の栄光を知る選手として君臨している。 2007年8月、シャルケレイオン戦で、i 手 f w ゲラルドはサモアに対し人種差別的な発言をしたとして、ドイツサッカー連盟から1万ユーロの罰金と、リーグ戦3試合の出場停止処分を科された。2015年よりロマン・ビュルキが加入し、第2次 K に降格した。2018年4月、2017から18シーズン、 限りで現役を引退することが発表された。U-21 と B 代表から招集を受けたことがあるが、長らく A 代表からは声がかからなかった。2013年11月19日のイングランド代表との親善試合で33歳と遅咲きながらもデビューを飾り、1から0と完封勝利に貢献した。2014年に開催された。 フィファワールドカップにも代表メンバーに選出され、出場機会はなかったものの優勝を経験した。国際 A マッチ5試合例得点。ありがとうございます。